やっぱしみるわ。お前もハマりそうだろ。ところでさ、お前んとこの寮ってなんで男女混合なんだよ。それってひょっとして竹馬さんの部屋とか入れちゃうわけ？と、当然か！まあ、別に驚かないけどね。ま、俺は興味ないけどね、ガキには。やっぱり女は大人に限るって。お前は？おお、マジか！分かってくれるやつ少ねえんだよ。その点お前はさすがだな。実はさ、これ内緒だぜ。俺狙ってる人いるんだよね。これ前に話した計画つっても告白するだけなんだけどさ、学校の先生なんだよな。これが近いうちに実行するから見とけよって。それまで誰にも言うなよ。一応先生だからさ、生徒とどうのこうのってまずそうだろ。わっと、ドラマ始まっちゃうよ。じゃあな。おかえり。よ。あ。
ードを吐き、やばい、油断した、やられた、マジかよ、探索に戻りますかね。やっぱり的が動くと難しいな。集中して狙う時間もないし。だがよく対応できている。日頃の練習の成果だな。走って戦って階段登ってって俺って結構体力あんじゃん。ここでは全てが非常識だ。何にせよ無理はしすぎるなよ。
上だね。上々。よし、次。もらっとこうぜ。敵艦隊を捕捉。蹴散らせ。いけるよ。竹馬が敵を仕留めたぞ。ラスイッチ決めんぞ。探索に戻りますかね。うろうろしてやがるぜ。お、シャドウだ。相手の先制だ。やられた。ラスト
決めるよ。よし、敵一体撃破。もうさらに敵出現。それ一気に仕掛けろ。危ないな。よし、敵一体撃破。見事だ。では探索に戻ろう。よし、次次。さて、お次はと。シャドウ発見。俺っちの見せ場だな。ナイスだ、敵を撃破。そう、勝利だな。いい感じだね。次に進むぞ。これ、新しい力だね。さて、次行かないと。喉乾いちまったぜ。自販機とかってあるわけねえか。あったって、こんな怪しいとこので買えるわけないじゃん。稀にしかない箱だ。ぜひ回収してくれ。あのさ、ここの宝箱って誰が用意したのかな。さあ、シャドウが置いたってわけじゃねえよな。出たな、シャドウ。さてと、探索に戻りますかね。
シャドウ。お、階段だぜ。気をつけろ。敵。より強いし厄介だね。あ、一回倒せばそれっきりっぽいし、とにかくやっつけるしかねえな。ご用件を伺います。これまでの歩みでございます。私も役目を果たすといたし、合体するペルソナをお選びください。良い選択かと存じます。どちらを継承なさいますか。新たな力は授からない。いよいよでございます。
少々過ぎた力かと。おやめになりますか。受けたまわりました。ご用件を伺います。またのおこ。
っしゃい。何握ろうかな。今日は生きのいいしめ鯖が。うちじゃお寿司は出せませんよ。お、あんた学生さんじゃろ。この近所の学生といったら月子じゃな。ということはあんた柿の木を知ってるじゃろ。あんたわしが嘘言っとると思ってる？ほんとじゃよ。月光の中にはのお外があるんじゃ。お外の廊下にちっこい柿の木が生えとる。ごめんなさいね。年寄りの戯言だと思って堪忍してちょうだい。おじいさんの言ったこと気にしないでね。
ロってうまい。また来てな。行きますか。レアモン。レアな相手だ。ここで仕留めろ。あっちゃごめん。一気ヘルメス。どうしたセリア。Thank you.
シャドウだ。よし、やっちまおうぜ。手を緩めるな。いた。で、最後だ。イオリが敵を倒した。それ。やった、勝てたね。ご苦労だった。静かすぎるとこって逆に喋りづらいよな。うろうろしてやがるぜ。やばい、油断した。みんなの状況は？動揺させられたか。よし、やっちまえ、ヘイメン。オーラスイッド。やるよ、ヘイメン。動揺させられたか。避けられた。見事だ。次行こった。では、観測に戻ろう。よし、次次。シャドウ発見。どうする？なるぜ。みんなの状況は？当たれ！一気に仕掛けろ。トリスター！イオリが敵を倒した。ナイスだ。敵を撃破。開ける気しねえな。ご苦労だった。よし、次。稀にしかない箱だ。ぜひ回収してくれ。そうだな。そうだな。
チって便利だよね。どういうゲ…そうだな。ねえ、あの箱、他のと違くない？じゃあ行こっか。あ、シャドウ！やられた！一気に仕掛けろ！よし！やっ！あらら！ナイスだ！敵を撃破！いい感じだね。次に進むぞ。さてと、探索に戻りますかね。階段あったね。行く？ガンガン進もうぜ。敵がダウン。いい攻撃だ。甘いってな。よし、竹馬が攻撃を回避。やった。よし、竹馬が攻撃を回避。いい感じだね。よし、次次。なんだ、シャドウかと思ったら純平らしい。いやいや、どうやったら見間違えんのよ。じゃあ行こっか。階段見っけ。宝箱か。あれ、宝箱？シャドウいたよ。やれ。敵は2体。いけるぞ。やっ、手を緩めるな。
再開だね。
敵の攻撃を吐き、もし敵の攻撃防御中ならぜひ駆使して。それ一気に仕掛けろ。最初まずい、即時になるぞ。攻撃を受けた。今のうちに回復だ。そらよ。ミオリが体勢を崩した。誰かフォローを。みんなの状況は。悪いな。
そうだよな。それよか。全校朝礼を始めます。まずは校長先生からのお話です。ではお願いします。急に何だろう。やっぱり最近の事件のことかな。世間も騒がしいしね。さあな。でもシャドウのこととか校長が知ってるわけないしな。何にしてもあんま長くならなきゃいいけどな。うちの校長話し好きで有名だもんね。へえ、諸君らに今日は特別に大切な話をしようと思います。が世間では不可解な事件や理不尽な事件が多いようですが、この学園の生徒である諸君らには関係ないことだろうと思います。しかし高校生という若い時期には様々な悩みもあるでしょう。まあだからといってあまり思い悩むことはないのです。過ぎたるは及ばざるがごとしという言葉を紹介します。これの意味はと言いますと、これってもしかして前の桐城先輩のスピーチ意識してる？多分そんなとこだな。若いもんには負けてられんってか。気持ちはわかるけどさ。ちょっといいか。悪いが今日の放課後開けておいてくれ。急な話で申し訳ない。詳しいことは放課では。待たせ、担当直入に言う。生徒会の時間があるときに。ああ、生徒会長、私の事情に。君なら事後報告になるのだが、ただ相談もなしに段取り手続きを終えたら。
かよ。ああはいはい、霧城さんから聞いてるわ。じゃあこれに目を通したら名前書いて。直筆のサインがないとダメなの。よし、大丈夫ね。じゃ、あとは任せて。頑張ってね、生徒会。先日も話したが、彼だ。今日から生徒会の一員として働いてもらう。なるほど。僕は会計の伏見千尋です。1年生でわからないことの方が多いので、そのお手柔らかに。失礼。会長が人を推薦するなんて、君よっぽど有能なんだろうね。これからよろしく。そろそろ君に従って。放課後の君の行動は任意だが、生徒会の活動今日はありがとう。おかえり。どうする？今日はいつもより安くしてある。好きなものを選べ。装備している。ああ、分かった。どれだ？いくついいんだな。分かった。引き取っていくつそれを手放すのか。やめるんだな。それでゆっくり見ていけ。装備しているよ。分かった。持っていけ。ん？もういいのか？ん？もういいのか？また来い。
はよう。それは